さあ、じゃあ106室お願いしますよ。僕行きます、ね、精密機械って呼ばれてるうちの小西が行きます。あ、はい、お小西くん、精密機械剣道失敗してたけど。じゃあ小西くん、自信の方はどうですか？自信はありますね。あの僕あの、うん、家のリビングに時計3つあるんで、うん、知りませんけどそれは。ちょっと知らないですけど、で常に行動してますからねえ、よくわかんない家でございますけれども。じゃあチャレンジしていきたいと思います。小西くんの、10秒ストップウォッチチャレンジです。レディーゴー。今あ見せなくていいよ。 0.5 秒ぐらいかな。あ、今 0.5 秒ぐらいかもしれない。いやまだな。3、5、妨害がすごい。はい、あの先に言っときますけど、今チャチャ入れた人1人ずつマイナス1ポイントしてください。そうそうそう。はい、小西くん、自信のほどは？自信はありますね。もう家にあのリビングに3つあるんで。あ、しました、さっき。めちゃめちゃ面白い。じゃあ見せてください、どうぞ。うわ、10秒7発差で、すげえ、すげえ、やべえ、やばいよ、やばいぞこれ、すごい、完璧よ、3つあるんで、やば。小林くんの実際、これすごいな。ピッチャー、第1球、投げた。あ、今どこだ、回ったぞ、1秒回ったぞ、え、サード、え、ランニングホームラン、え、サードいった。表情すごいな。レガス渡すな、レガス渡すな、これすげえわ、累進に渡すな、レガス渡すな、レガス、すごいぞ、見るぞ。ということで熊谷くんのタイムはいかがでしょうか。こちら、うん、9秒9秒。よし、やったな、さすが、お肉10秒。え、これはマジで、マジで、すげえ、嘘だろ。え、というゴールで、わ、出ましたね。いや、すごいよこれね、9秒91から10秒77まで出せば私の勝ち。1コンマ、俺の DNA を発揮する時が来た、やっと。そうですよ、ね、なんで優秀な DNA になってるんだろう。あそこね。じゃあ、チャさんどうでしょう、趣味の方は。1回押して2回押して、あ、もう完璧ですね。いきますか。うん。あー、ちょっと私もね。ピッチャー第9、投げました。打った、左中間、痛烈な当たり。実況ついてる。DNA を信じろ。DNA を。あ、そう待って。走り方知れない。おいおい。途中で転んだぞ。大丈夫か。スライディングした。来たぞ。みんながね、これはもうね、今日のニュースになるかもしれない。おマジか。ぴったりすぎて。あのニュース取り上げてもらおう。それでは。俺の記録はこちらだ。お9秒18。なんだよ。18ってことは、消した。もう一回かな。ダメです。もう一回。消えちゃったよ。ダメです。佐藤さん、ダメです。映像として残っております。ということは、なんだよ、ということはこちら、9秒90の105号室が30ポイント。くそー、3立てじゃねえか。スイープだ、スイープ。すげえ。